ヤフーオークション出品中の電話400の確認用動画となります。外観は、純正の、ワインレッドをベース、全体的に、ワインレッドをベースに、黒とメッキで、仕上げてありますので、まとまりはいいと思います。外装ですが、少しこの辺りに、小傷等はあります。ですが、大きなへこみ等はありません。ひどいへこみやエクボ等も見当たりませんので、全体的には綺麗な状態かと思います。タンク内ですが目立ってひどい、うつさびは、見当たりません。比較的に綺麗な状態だと思います。サイドカバー、こちらと、テールカールは、タンクと、同色、純正のワインレッドとなります。フロントフェンダー、こちらはショートフェンダーの、黒のものを使用しております。出品時の、商品画像の方は、赤の、純正フェンダーを使用しておりましたが、そちらが少しちょっと割れを発見してしまったので、こちらの、ショートフェンダー、新品に入れ替えて、お届けしようと思います。そして、次はホイールですが、フロント周りからいきますが、ホイール、フロントホイール、こちらは、ゼファー400でもとても珍しい、キャストホイールを使用しております。タイヤは、新品のものを使用しておりますので、溝残り、タイヤ山の溝残りは、10段階中10ですね。そして、リアホイール、リアホイールも、フロントホイールと同様に、同じタイプの、キャストホイールを使用しております。こちらもタイヤは新品のものを使用しておりますので、見てもらえれば分かると思いますが、タイヤの新品のラインも残っております。残り山10で、次に、マフラーですが、マフラーはこちらは、メーカーは中野、中野製のマフラー、421タイプのマフラーで、中ガニ缶、という名前のマフラーを使用しております。こちらは、車体に合わせてメッキタイプのものを使用しております。新品なので、とても艶がよく、綺麗だと思います。エンジン周り、エンジン周りも、特にひどい、シリンダー間のオイル漏れ等もなく、綺麗な状態を保っていると思います。そして、キャブは、軽く分解洗浄はしてありますが、少しアイドリングが安定したいので、まあ、要整備ということでお願いします。で、サイドカバー、こちらはキャブのサイドカバーですが、こちらはステンレス製のものを使用しております。フィンタイプで、中央に、ゼファーのロゴ入り、そして、エアクリーナーカバー、こちらは、メッキメッキのフィンタイプのエアクリーナーカバーを使用しております。なので、エンジン周り、シンダーのところから、フィンで、統一されていて、見た目のバランスもとても良い状態だと思います。続いて、こちらシート、シートですが、シートは、黒のレザー調タックロール、そして、タンデムバーも、こちらも黒のものを使用。外観を全体的に統一するために、ワインレッド、黒、メッキ、この辺りで全て統一していってますので、タンデムバーも黒のものを使用しました。統一感がいって、とても良いものだと思います。続いて、サス、こちらは、
ダイヤル調整付きの、硬さ調整のできるタイプの無段階 で無段階で、硬さ調整ができるタイプのサスペンションですねに、市販の、こちらのステッカーは、市販のものを使用しております。オーリンズのサスではありませんが、まあ、見た目的にあのオーリンズタイプのものは人気ありますので、皆さん好まれるので、市販のステッカーでカスタマイズしました。でテールランプ、こちらは、Z テールランプ Z タイプのテールランプを使用しております。フロントフォークも、オイル漏れなどはなく、綺麗な状態だと思います。で、こちらもエンジン周りですが、比較的に綺麗な状態だとは思います。次にエンジン動作確認いきたいと思います。エンジンは、ご覧の通り、セルで、自動確認。吹き上がり動作ですが、ですが、上まで吹き上がるにはあの吹き上がります、上までの吹き上がり動作は確認しておりますが、少しばらつきがありますので、キャムのセッティング等は、落札者様でお願いします。次に、ヘッドライトの確認をしたいと思います。こちらのタイプのゼファイア400はオンオフの切り替えがありませんので、ハイロの切り替え、次にウインカー、左右ウインカーをいきたいと思います。ウインカーランプ右、ウインカーランプ左、続いてブレーキランプ、フロントブレーキ、フロントブレーキ、リアブレーキ、リアブレーキ、以上。以上、ヤフーオークション出品中のゼファー400の、確認用動画となります。